沢部駅付近空中写真より、下りホーム、沢部駅は、宮城県栗原市関ん沢部駅土口に1921年から2007年まであった栗原田園鉄道栗原田園鉄道線の駅。路線の廃止に伴い、廃駅となった。2005年の合併まで存在した関ん町の中心的な駅であり、栗原田園鉄道の中では、 数少ない有人駅となっていた。また、この駅では末期まで列車交換が行われた。国道4号、東北自動車道と近いことから、鉄道と自動車交通の結節点となり、駅前からバスが発着した。国鉄バスも発着していたことから、窓口は沢部駅としての営業もあった。1968年には、 仙台森岡急行線が新設され、当駅には特急バスも発着するようになったが、JR バスによる運行は1999年に廃止、東日本急行、宮古バスも当線の廃止を機に乗り入れを取りやめ、バスターミナル機能は、かんなり総合支所前へと移された。東北新幹線の栗駒、高原駅と連絡するバス。 クリム号シャトルは1997年3月25日から運行を開始し、2006年9月30日をもって廃止された。現在は移行として、交換駅の名残となる3列分の線路とホーム、駅前広場が残る。2面3線のホームを持つ地上駅。線路は東西に走り、木造の駅舎を南側に設置、出入り口はこの一箇所であって、 北側へは、駅の西にある、構内踏切を渡って通行した。駅舎の前に、駅前広場がある。開業時に建てられ、廃止まで使われた駅舎は、若柳駅と同じ設計図で作られたもので、外観も同じであった。廃止後しばらくは、駅舎がその姿を留めていたが、後に解体された。解体後の部材は、保存活動の拠点となる。 和歌柳駅駅舎の復元に活用された。駅の周辺は、沢部の主街地である。西から南東に流れる三波様川の北岸に近い。西約1キロメートルに立田橋があり国道4号を渡す。この橋から駅までが、沢部の町の中心となる商店街である。駅の北西約500メートルの町外れに、 栗原市役所管内総合支所があり、2005年の合併まで管内町役場であった。水田地帯を隔てて、北に約1トルに管内の市街地の橋が架かり、管内の中心部までは、駅から約1 5トル離れている。さよなら。栗田66ページ。栗原田園鉄道シャトルバス運行開始。交通新聞。 B3 クリム号シャトルとクリム人の出発式毎日新聞地方版さよならクリデン64ページ編集長軽薄栗原デ園鉄道は今寺田雄一私鉄の廃線に後を歩く愛北海道東北編 JTB パブリッシング2007年 168p ISBN 978から4から533068478ありがとうございます。